金魚姫さんはどつ。はどつ。みーすけさんはどつ。おはよう、みーすけ。パン屋やってなかったよ。アシュラの五徳山書券ですをプレゼントしました。みーすけさん、ゆっくり噛む癖つけていかないと。そうだね、ありがとう。猫の目さん、お、猫の目いらっしゃい。猫の目さん、マクド？うん、マクダーナ。カーヤさん、怖いよ。誰もチャーハン食べてないの。チャーハンだけ山盛りになって寿司が一個残ってるんだ。猫の目さん、怖いな。くっそ面白いね、これ。面白いな。みーすけさん、誰も食べなかったよ。のりこあっと銀河さん、わらわらわら。こたつの上のチャーハン山盛りがすげーかっこいい。わらわら。金魚姫さん、わらわらわら。めっちゃ面白い。リスナーに詰められてる。面白いね。高度すぎるよね。レベル高すぎるんだけど。あ、うますげえ。いや、レベル高えな、ほんと。トム池は時代が時代だったらニコ生で大ブレイクしただろうね。時代が悪い。始めた時期が悪いよ。オープンからラストまであの空気だったの？始まってからずっとあの空気なの？チャーハン山盛りだな。金魚姫さん、ずっとあんな感じ。みーすけさんに次回誘った時のみんなの顔はすごかった。二次会誘ったの？二次会行きませんかって。猫の目さん、静かやったな、わら。すげえな。おたまちゃんさん、辛くて見てられなかった。いや、 100% こうなるの予想できたのに、すげえよ。予想通りだからね。ここまで予想外さないのもすごいよね。
ゲーム。みーすけさんチャーハン食べてる姿物悲しい。元気不元気さんコンビは忘年会は元気不元気さんは忘年会終わった。めっちゃ面白かったよ。いや最高だよね。元気不元気さん早いですね、うん、わらわら終わり終わり早い早い。元気不元気さん飲みました。飲んだよ、うん、たらく飲んだ。もうお腹いっぱいだ。いや天才だなやっぱ天才。いや、すごいな。すごいよね。メンタル強すぎる。なんでなんで呼べるんだろうね。ハートが強すぎるんだ。なあ面白い。いやーすげえな。すげえな。普通忘年会って酒とか食い物とかでガチャガチャになって一人ぐらい倒れてるのが忘年会じゃないの。きっかり定時に帰ったからな。すげえな。もうすれ。よく見たら片前はない。いやパン屋行きたかったんだよ。パン屋やってなかったんだよ。すげえ腹立つんだけど、なんか年末どこも閉まってる。
ステファンさんわずかばかりのつまみ、残りのスーパーの寿司をみなんな遠慮して取らないの見たか。いいよ、あのニコ生だったらこれ跳ねてるよね、ステファンね。時代が悪かったよね、これニコ生だったらもうスパンいってたよ。時代が悪い。もったいない。のりこアット銀河さんに、粉生だったら沼ップには入れたな、逸材、センター張れるよ。もったいない、超もったいない。めちゃくちゃ面白いのに、リスナーが面白いと思ってないんだもん。こんな面白いのに、その、なんだろう、違う面白い楽しみ方しちゃってるから。ごめん。もったいない。これ天下取れた逸材だよ。大変な。わかんないもんだね。こたつも一番上にある山盛りのチャーハンが一番好きだわ。さっきのてんこ盛りになってるあれが全てを物語ってるよ。最高に面白かった。のりこアット銀河さん、わらわらわら、絵だけで笑えるもん。金魚姫さん、小油チャーハンだって。すげえ有名な、ビッタビタなんだって醤油は。のりこアット銀河さん、冷え冷えのチャーハン。キウユさん、マック美味そうだね。いや、マック食いたくなかったけど、もう寒くて。なんでおすすめ規制なんだろう。アスペの笑いはシュール。うーん、俺大好きだわ。やっぱ面白い。だって世の中にあんな忘年会があるって見たことある？俺想像つくのよ。もうリアルにあんな感じなんだよ。もっとひどいんだ多分リアルの現場は。見たことないでしょ、あんなの。放送回ってるからいいけど。ずっと下校いてスマホ。
放送回ってるからいいけど、リアルであの放送回ってなくてもあの空気になるんだよ。シュテファンさん、公民館でやる事前パーティーの方が盛り上がってそう。全然盛り上がるよ。すごいよな天才。あの空気って作れないんだよ。金魚姫さん、紹介法ずっとスマホだった、うん。みーすけさん、あの空気出す方が難しい。難しい難しい。現代アートだよ。空間アート。で、トムイケがそれで平気なのがすごいよね。なんなら二次会行けますってあるハートの強さよ。ガリさん、池上にはたわいもないこと。うん、元気不元気さん、和道さんってどのリスナーが一番仲良いんですか。まあみーすけだよ、うん、正直できてる。もう年末だから言うけど、みーすけと俺はできてる。猫の目さん、あそこにはどういてたらもっと面白かったのに。いや、面白くならない。それは甘い。全然分かってない。全然分かってない。あれで完成形なんだって。元気不元気さん、米印重大発表。もう本当にあれが完成形なんだよ。あれ以上もあれ以下もないんだ。あの忘年会で完成形だよ。最高にクールな忘年会じゃん。シュテファンさん、積もりに積もった解放にそのうち刺されるなよ。ねえ、っていうか俺からすると解放すげえよくしてやったのに、なんかすげえムカつくんだけど。あいつ、いや解放ガチでムカついてるから俺。いや、まあまあ別に波紋になったからいいんだけど、別に関係ないから。あんなのなんかムカつくよね。解放ノリコアット銀河さん、いいメンツだったな。いや、いいメンツだったね。いいメンツ。俺爆音吉尾が最高にいい味出してたと思って、うん、爆音吉尾がすげえ良かったよね。あれギャラ払うべきでしょ、爆音吉尾に。あれ3万は包まないダメだよね。爆音吉尾がすげえいい味出してた。金魚姫さん、あの場で音出して和田さんの配信見てるのはちょっと引いた。ああ、もういいや、絡まないから。あんなの解放、あ、終わっちゃったよ。トムイケ、マジかよ。面白かった。いや、面白かった。すげえよかった。4月の魚さんはどつ。はい、はどつ。いや、もっと見たかったな。あれ24時間の企画にしようよ。番組 DVD で販売できるって。あれパッケージ、あの世界の車窓からみたいなジャンルで、トムイケ忘年会っていうジャンルの番組、夜中3時とかに金持ちが300万ぐらいで。金魚姫さん、辛すぎるって。いや、だから世界の車窓からとかあるじゃん、あの夜中ずっと垂れ流す動物とかの、鳥とかがずっと飛んでるやつとかのジャンル、幻想的な音楽つけたらなんとかなるって。あれ すげえ面白かった。ノリコアット銀河さん、わらわらわら。いや、音楽で俺がなんとかするから。
ヒーリング系の音楽よかったわ。いや俺トム池大好き。ビースケさんナレーションは？ナレーションいらない。もうもう余計なものをとことん排除する。あの画面と鳥とか川のせせらぎとヒーリング音楽。通販の裏番組。そう、通販の裏番組そう。ハピネスアットウナちゃんおしさん、和道先生はドツ、はい、マキロンさん、映像に音楽は大切だね。大事だよ。いやーよかったな、クオリティ高かったな。今年一番笑ったかもしんない。クオリティ高かった。ビースケさん寝るときにいいな。寝るときいいよ。あの世界観すげえ好きだもん。マジで狙って出せねえぞあれは。4月の魚さん、アンビエント音楽。そう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 、アンビエント音楽だ。そうそうそう、シュテファンさん、無駄にイケメンハーフの言うのが絶望的、後悔を隠しきれずもじもじしてるのが良かった。いや、やっぱシュテファン分かってるわ、いいとこ見てるわ。だから解放だけトム池属性の対面なんだよ。でその爆音よしおと言うのは小仲良かった感をすっげーかもしらしてくんの。そのあのカメラの位置も最高なんだよ。金河さん、わらわらそう、もうあっこ本当に心の底から来なきゃよかったっていう、よしおとユーノの、でも会話、ユーノがコミュ障で会話がなくて、メトロさん属性わらわらわら、すげえよかったんだよね。メンツユさん、監督って笑えるワードだな。すげえよかった今日マジで、最高だったよね。いや、いいところ見てるな。そう、もじもじして帰るタイミング作ろうとしてね、よかった。あのね、俺上着着てるシーン最高に好きだった全員が上着をこう無言でなんかなんだこのなん、あの顔演技じゃできないよね。あれはそこそこの俳優だ。高倉健みたいじゃなかった？上着着てる時全員の顔高倉健みたいな顔で上着着てたって。いや最高に面白かったよね。 俺は上着を着てるシーンが好きだったね。上着よかったよね。上着のシーン高倉健だったよね。いや最高に面白かったよな。のりこアット銀河さん、こたつで上着。いやもうよかったね、よかった。金魚姫さん、無言で語ってましたね。そう、無言でいろんな感情が見えて、なんだろう、よかった。シュテファンさん、言うのは本来ならクラブの年末イベでパリピしてるルックスなんだよなうん、言うのは間違えちゃったよね絶対ね。言うのは来てはいけない世界に来ちゃったパターンだよね。いや面白いわ。いや面白い、本当に。本当に猫目さん、解放さん、お疲れ様です。本当に好きだな、本当に好き。海保さん、ありがとう。いや面白かった。いや配信って感じの見たな、いい番組見たな本当。いやよかった。
配信の出来だったな。みーすけさん最近あんなんなかなか見れない、ね、なかなか見れないよ。クオリティが上がっていってるから、稼いできてるからよかった。なんかいろいろ感じるものがあった。学んだ。本当にみーすけさん感謝、感謝だね感謝です、感謝します。あれパセリってコメント、カレー王でしょ。違う、パセリってやつカレー王のサブアカっぽくなかった。なんかちょっと俺感じたんだけど、のりこアット銀河さんに粉まだったら誰も来ないのにな。いやー、なんか全部良かったよ。クオリティが、あのクオリティ好き、大好き。キウユさん、吉田麻也に少し似てるね。吉田麻也、誰だろう。吉田麻也、シュテファンさん、緑プロデュースの沼の集いは作られた感あるけど、あれは偶然の産物だもんだ。ああ、こういう系統の顔ではあるよね。確かに確かに、雰囲気ね。あのどこが似てるとかじゃなくてね、面長の一重ね、面長の切れ長の一重で、わかるわかる。痩せたらこんな感じになるじゃん俺。この系統の顔だよね確かに。わかる気がする。わからなくはない。特命係長、ただの花火師さんはど絶対勝てよ。何に勝つの？花火ありがとう。何急に。そんなことよりトム池忘年会の話しようぜ。そんなことよりトム池忘年会のクオリティの話しようぜ。そんな勝つとか負けるとかじゃないよね。今すげえ最高に面白い忘年会見たのに。見てなかったんすか、特命係長トム池忘年会。くっそ面白かったっすよ。多分俺世の中に存在する忘年会の中で一番最低な忘年会見たんだよ。もしかしたら人類史上初の最低な忘年会かもしれないのに、くっそクオリティ高かった。花火ありがとうございます。そう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 、本物の沼感、本物沼感と、あの、まともな二人、まともなんだけど、コミュ障の爆音よしおと、沼ではないんだけど、海坊さん初めから来たる気はなかったんですか？なんだろう。本物の沼二人と、沼じゃないけど、コミュ障の二人が、せめぎ合う、その、絶妙な、ハーモニー。俺裏でナレーションっていうか解説枠やりたかったもんな。裏でキャプチャーしてあれを実況したかった。あれは良かった。すごいよ。寝よ寝よ。いいもんみたい。ぐっすり寝れるわ。いいもん見た。お子さん、お腹満たしましたか？お腹満たしました。みーすけさん、パチパチパチ、コングラジュレーションだねコングラジュレーションってこういうこと言うんだね、コングラジュレーション。えがったさて、あ、そう、年末やりますよ。さっきの話だけど、
年末皆さん重大発表しますよ。100人のここにいるリスナーさんラッキーですよ。ついに今年も開催が決定しました。開催が決定しました。世界の名だたる年末の特番の中でも最も権威が高いと言われているあの季節、今年も開催が決定しました。おめでとうございます。皆さんぜひお見逃しなくね。絶対に見逃さないでください。年末の特番やりますよ。今年もやりましょう。和道アワード2018やりますから、のりこと和道がお届けする和道アワード2018やりましょう。もうね、今年はあの豪華景品出ますからね。和道アワード2018今年は誰が受賞するのかな、楽しみでしょう。今年は誰が受賞するかな。今回はね、なんとね、特別にね、和道アワード2018部門数が過去最多30部門でいこうと思ってますんで、皆さんあの受賞式にね呼ばれるように頑張ってくださいね。和道アワード2018第6回和道アワード。和道アワード2018を取ると来年来るって言われてるからね。受賞したいでしょ、みんなも。表彰されたいでしょ。なんか閲覧ガクンって減ったな。なんだろう、何が始まったんだろう。なんだなんだ、なんでこんな閲覧ガクンって減ったんだ。なんだ、なんでこんな閲覧ガクンと減ったの。何、なんで、なんか始まった。なんなんだろう、これ誰か大手が始まった感じだよ。え、なに、見えてる。あれ、なんだろうこれ。コメント止まった。なんだこれ。見えてる？なんだこれ。みーすけさん見えてる。なんでこんな閲覧半減したの？何これ。この減り方変じゃね？サバ。金魚姫さん見えてますよ。なんだろうね。一気に30減ったんだけど。なんなんだろう。何しよう、暇だな。なんだ、放送かぶってるやつでこんだけ閲覧持ってガクンと減らせんの、解放じゃねえな。どれさんぐらいしか考えられないけどな。誰が始まったんだろう。ガズンとみかんさん奇跡のリスワン。誰が
S1 寝るか。てかマジで体重絞らねえとな。寝る？なんか面白い話題ある？なんかある？寝るか。ガズンとみかんさん光る始まった。いや光るくんね、いや枠やってたから違うと思うんだよね。光るくんと俺被ってないから。そんなにヒカルくんじゃないと思うんだよね。もっとなんか、もっとなんか違う何かだと思うんだよね。コメントとね、閲覧がガクって変な、なんか神回っぽい。なんか、か、大手がなんかガツンと始めたか。海宝さん、さっきのはさすがに傷つきました。のりこアット銀河さん、ヒカルくんのあかん女の子だって。ヒカルくんのあかん女の子、赤ちゃん、あかん女の子って何？あかんって何？障害かなんか。のりこアット銀河さん、赤ちゃん、赤ちゃん。うんうん。でもさ、俺ねちょっと変だなと思ってたの。最近のヒカルくんナーバスになってたし、過去の動画消したいって言ってたじゃん。猫の目さん何言われたの？過去の動画を消したいって言ってたの。あれ多分ね、なんか今考えると赤ちゃんが生まれるタイミングだったから、そう、子供のこと考えてってことだったんだって言って、全部整合性が取れたよね。過去の YouTube の動画消したいとか、キャラを変えたいとかって、あれ赤ちゃんが生まれるからだったんだと思って。わかるよね、なんか今考えると。言われてみれば確かにみたいな。海宝さん大嫌いって。いや大嫌いでしょ、全員嫌いだよ、うん、裏切り者。もはやもうあれだから、弟子がどうとかじゃないから、もうお前はユダだから、ユダ、裏切り者だよ。い嫌いになって当たり前でしょ。猫の目さん、海宝さんのこと大嫌いって。大嫌いだよ、大嫌いだこいつ。そりゃそうでしょ、自分がやってること考えろよ。まあ、雅の側につくとか抜かしやがったんだこいつ。猫の目さん、じゃあ私もはどう大嫌いなったわ。別にいいよ、だってこいつがやってることの方がおかしいもん。猫の目、ジャガイモのあれさん、解放クズだな。クズでしょ。メトロさん、解放さん、みやびの応援するって本当？ねえ言ってたじゃんね。そういうことを裏でやっておいて、よく俺の枠に遊びに来れるよな。猫の目どう思う？対戦相手に電話して、みやびくんのこと応援する、和道のことなんかいいって抜かしておいて、ここでショックですとか言って、どう思う猫の目？いやここに遊びに来るべきじゃないでしょ、こんなの。それみんなからクレーム来るでしょ、うちのリスナーから。いやすげえムカついたって。でもみやびんところ応援しろよ。違うか猫の目、
ここで出す話題じゃないでしょ。いや、まさにそうでしょ。人の心持ってない。いや、聞いてこないよ、ほんま、本当に。それを聞いた上で、猫の目は大嫌いって言ってんの？いや、それを聞いた上で、じゃあ、和道のこと大嫌いって言うんだったらいいよ。俺には理由があるから。しかもそれあれだからね、陰でやってるんだからね、こいつ。神に愛されたリスナーさん、とにかく解放は無視が、ね、引っかき回すんじゃねえよ。本当に自分が最低なことやってんだから。雅の枠行けよ。神に愛されたリスナーさん、とにかく解放は無視が良すぎるよね。猫の目さん、それはいや、そうだよ。だから俺が一方的にディスってるみたいな言い方してるけど、こいつが不義理をやりまくってるんだから。メトロさん、電話が来たら普通断るでしょ。ね、アホだよね。いいんじゃん別に。俺はもうほんと裏切り者だと思ってるから。金魚姫さん、解放さん、何でもかんでも欲しがりすぎ。いや、だから自分が良ければ何でもいいんでしょ。俺はそういうの嫌いだから別にいいけど。メトロさん、なんで断らないの。いいんじゃない、もう好きにやらせれば。俺は間違ったこと言ってると思ってないから。みんなが嫌いっていうの分かるっていう。俺もムカついたし、そりゃそうでしょ。それでショックですとかさ、バレてないと思ってんだよこいつ。アホだろ。猫の目さん、みやびの応援は、けんやは T。 いや、だから俺はやだよ正直。解放さん、断れなかった。断れなかったじゃないよ。みーすけさん、それ覚悟でみやび応援でしょ。そういうことだよね、そういうことだよね。いや、それ覚悟の上でもう俺と実演する覚悟で普通そういうことで、何が断れなかっただよ。バカじゃないの。もう来んなよお前。お前が不義理してんだから。お前がうちのリスナーに唾吐いたんだから。俺は自分のリスナー守るよ。絡むわけねえじゃんお前なんかと。メトロさん、和田さんの顔に泥塗ってるのわからないの。のりこわっと銀河さん、八方美人は嫌われる。いや、嫌われるよ。じゃがいものあれさんで、てけよゴミ解放。出てけよだよな、本当に。マジ空気読めないよね。何がショックだわだよ。引っかき回すなよ、本当に。よく言うわ。自分がやってること考えろよ。シーチキンさん、解放さん、最近他人の花火師とローしたり、そう花火師に要求したり、評判悪い。いやいや、そういうところも全部だよ全部。だから俺は別にもう弟子じゃないから、あの別に放送を見てリスナーとして見ようが、配信者としてどう絡もうが、別にそこは自由だと思うよ。その俺の名前出さないんだったら。ただ猫の目さん、その解放さん、俺は一配信者としても一人間としてもないと思ってるから。いやいやいや、関係ないよね、この目。ダメだよそれは。体調悪い人なんかうちのリスナーで5万といるんだから。じゃあタイムシフト見てきなよ、ね、この目。みやびくんのタイムシフト見てきなよ。ステゴロ3の発表でみやびくん電話かけてるから、その時の動画を見て判断しなよ、猫の目。それでも俺のこと嫌いって言うんだったら、俺はまあしょうがないと思うよ。俺は自己責任取れるから。シーチキンさん、体調の責任はダメ。体調悪い人は配信しない。本当にそう、その通り。自分でやったことは自己責任取らないと。金魚姫さん、もっと素直な人かと思ってたんだけどな。だから素直なんでしょ。自分が良ければ何でもいいんでしょ。ボンさんはドツー。はい、はドツー。いいんじゃない。メトロさん、対戦相手の味方するってありえないよ、解放。まあいいんじゃない、いいんじゃない。いや、俺は全然いいと思うよ。ただいいと思うけど、ここでショックですとか言われる筋合いはないよね、うん、みんな大嫌いだから。ノリコアット銀河さん、体調悪いのにアクティブだよな。いいぞノリコ、いいぞ。都合の悪い時だけ体調悪くなられても困るよ。みーすけさん、水応援するのはどうでもいい、うん、貫け、うん、本当だよ。誰を応援するのもいいけど貫け。本当それ、本当それ。ボンさん、今来た解放に何があったの。本当それ。いや、みーすけの言う通りだ。誰を応援しても構わないけど、自分の言葉には責任持つべきだよ。自分の考え方には。俺らは解放嫌いだから。ここは解放の枠じゃないから。あと
もうはっきり言って、あの半年間どころじゃない、もう一生絡まない覚悟で言ってるんだなって思うよ。俺はカズさんにもはっきりそう言ったからね。カズさんにも同じこと全く言ったよね。あ、じゃあもう絡めないっすねって。練習にも行けないし、もう絡めないですって。何かあったのかな。俺カズさんにもちゃんとコメント書いた時言ったよ。俺はカズさん好きだし、カズさんに教わろうと思ってたけど、敵側に回るんだったら絡めないっすって。別に解放だから言ってるわけじゃないから。八方美人は嫌われるよ。ほんとのりこの言うのは名言だよ。さっきまで散々なんだかんだ言ってたくせに、都合悪くなったらコメント打たなくなったな。ほんと都合いいやつだな。解放さんいます。お前都合いいな。自分の書きたいこと書くときはガンガン人の話遮って書くくせに、自分の都合の悪くなったらだんまりかよ。めちゃくちゃだな本当に。よく人のこと説教できるな。猫の目さん、解放さん、 TT ボンサンドしたん。解放さん今電車の中で移動中です。金魚姫さんなんかショックだわ。なんかショックだわ、こっちのセリフだよね。ね。なんかショックだわって思う。ほんとこっちのセリフだよね。ショックだったんですけど、さっきの何なんですかみたいな。お前だわお前。どんな神経してんだよな。めちゃくちゃだろもう。さん断れなかったって発言も。いや、その通り。南さんに失礼だよ。その通り。その通り。だから結局自分の言葉に責任取らない人はダメなんだって。ダメ。ましてやねえ、それだけで飯食わせてもらってるんだから俺らは。だから自分のリスナーがつかないの。自分の軸がないから応援できない。リスナー側がブレるから。そう、だから中途半端なやつしか来ない。猫の目さん、みやびさんが解放さんに電話しやったん。見ればいいじゃん猫の目。タイムシフト見ればわかるよ一発で。自分で確認しよう。自分で見たものが真実だから。また聞きになると言った言わないとか、あれが事実がどうとかなるでしょ。猫の目が見るべきだよ。気になったら情報は出してるわけだから。自分で確認して、自分が感じたこと、自分が思ったこと。ボンさん、みやびさんのセコンドついたの。うん、ボンも一緒。自分の目で確認するべきだよ。で、自分が感じたものが自分の考えだから、その上で俺のことが言ってること間違えてるって言うなら全然話は聞くよ。それでもう見ないって言うんだったら、ああ残念だなって思うし。猫の目さん見てみる、うん、気になるんなら見てみな。自分で情報取らないと。だって俺は俺の話でさ説明しちゃったら、猫の目俺の都合のいいように話すでしょ。みーすけさん、みやびさんが解放に電話、うん、どっち応援するって聞かれて、みやびくんを取った。
自分で確認してバイアスかかんない状態で自分で見るんだよ。リンガさんいいね、ありがとう、のんちゃん。のんちゃんありがとう。金魚姫さんバーガーをありがとう。プレゼントしました。Thank you。ボンサンタロちゃんの枠で誰かが解放が宮城さんのセコンドついたって言ってた人いたんだ。うーん、猫の目さん ATT とりあえず TS 見てみる。みーすけさん、それが一番です、うん、それが一番。今回俺セコンド入れないでいこうかなと思ってんだよね。あえてマジのマジの話言うとノーセコンドでいこうかなとか思ってる。ノーセコンドノー集客でいこうと思ってるから。前回ワンツーはさ、みんな来てね、みんな来てねってやったじゃん。セコンド誰にしようかって。セコンドなし、セコンドなし、観客なしだよ。だからあえてその来るのは別にいいんだけど、応援してくれる人はありがたいんだけど、あえてもうそうじゃなくて、もう本当に単身で乗り込もうと思ってんの、マジで。みーすけさんのチャンスセコンドは、いやもうだから気持ち的な問題ね。これはもう喧嘩しに行こうと思ってて、スポーツじゃなくて喧嘩しに行こうと思ってんの。そう、今回の気分はもう単身で乗り込むっていう感じがコンセプト。仮面ライダーブラック RX だから、やっぱ俺の大好きな仮面ライダーはいつも敵陣に単身で乗り込んでいったから。みかんさん、四面楚歌になるぞ。四面楚歌って何？みかんさんごめん、あの俺本当に教養なくて、四面楚歌ってなんだ、なんだ四面楚歌ってどういう意味だ。あの分かりやすい言葉に変換してもらえるとありがたい。本当ごめんね、教養が中卒だっていうことを忘れないで。うん、いや単身で乗り込もうかなと思って。全員敵、全員敵じゃない、全員敵ではない、全員敵ではない、単身で乗り込もうかなっていう、うん、四面楚歌って全員敵っていう意味だ。いやそういう感覚じゃないんだよね。なんかあえて、もうガッと一人で行こうって。だってさ、2分2ラウンドだったら水飲まなくてもいけるし、あの1も2も水いらなかったから、別にタオルで汗拭くとかも別にさないわけじゃん。俺はそういう気分だね、今回の捨て頃に関しては。パッと行こうと、もう完全アウェイな状態で乗り込もうかなっていう完全アウェイ。マチルダさん、そういえばロハコさんセコンドの時水飲ませてくれなかったような。飲ませてくれた、飲ませてくれたんだけど、あのペットボトルの蓋が、僕は握力がなくて、和道さんこれ閉めるのどうやって、セコンドアウトってなった。和道さん僕転換持ってるんで、あのフラフラする強いライトが当たると、あ大変、セコンドアウト。www
俺はちょっと気がつったよね。勘弁してくれよと思って、こう殺し屋やってんだよこっちはと思って、いやよかったよ。のりこわっと銀河さんロハコさんわらわらわら、やっぱ持ってるくもモンさん W それは観客席には伝わらないリアルだよね、あの俺とロハコさんだけの世界だから、会場ガーってなってるから聞こえないじゃん。そう、二人だけの優しい世界。マチルダさんセコンドはロハコさんってことですね。いやいや単身で乗り込むよ本当。単身。俺のスタンドだからロハコさんは。いやマジでね、本当は私服で行きたいんだよね。ジーパンとこの T シャツでそのまんま行こうかなと思って。もうなんかユニフォームとかも買わないで、もうバンテージだけ巻いて、そのまま私服で上がって、そのまま殴り合おうかなみたいな。プラッと行って、プラッと喧嘩して、プラッと帰るみたいな。みーすけさん曲は？曲は仮面ライダーブラック RX だよ。だから仮面ライダーブラック RX をガンガンにかけて、光のオーロラ身にまといだよ。それで行きたいね。曲はもう仮面ライダーブラック RX で行こうと思ってるね。みーすけさん、あさってまでだっけ？あ、そっか、曲の提出忘れてた。うん、俺は絶対仮面ライダーブラック RX で今回入場するね。俺の子供の頃のスーパーヒーロー、うん、仮面ライダー黒いボディ、仮面ライダー真っ赤な目、仮面ライダーブラック RX。 それでいこう。そうだ、曲提出しないと。金魚姫さん、それってみやびさんのことみたいだね。そうなんだよね。黒いボディ、真っ赤な目、うん、完全に敵の歌なんだよね。でもなんかあれだね、ステゴロ3のメンツなんか配信者格闘技祭じゃないよね。もうなんかやからばっかりで、ちょっとなんかアウトサイダー寄りになってるよね。アウトサイダーの選手もないし、なんか俺オタク属性俺だけなんだよね。楽屋超怖えと思ってんの。楽屋いづらと思って。まずさ、クモン流とか配信者属性じゃん、やからって言っても。だからさ、配信の話題とかできるけど、今回マジでやからだらけだぞ。本当の捨て頃感があるね。わら、マチルダさん白い肌が寄ってる、白い肌寄ってるめて、うるせえわ。いやマジで本当にマジで今回は多分本当に楽屋修羅場だと思うよ。コミュ障炸裂だよ、コミュ障炸裂。多分会場うろ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 してると思うわ俺。会場らへんそわ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 一人でうろうろしてる。 KP を10個プレゼントしました。 KP ありがとう。ボンさん、いいねを10個プレゼントしました。いいね、ありがとう。サンキュー。宅会アットワード監督マネージャーさんはのつ入れ済み率高いよね。入れ済み率も高いし、ボンさん風船を10個プレゼントしました。めちゃめちゃマッチョでしょ。なんかアームレスリング日本一とかいなかった。あとなんか便所さんの先輩とか、なんか全員やからなの、マジの。
ガチの不良感が出てんの本当に。ガチで、まあまあガチの現役の不良じゃないけど、元バリバリやんちゃしてたみたいな。すごいよね、なんかね今回ね、不良しかいねえなと思って。あの配信者のノリコアット銀河さん怖い。いやマジで怖いよね、あれ。なんか楽屋殺伐としてるぞ。もう俺はヒカルくんと慣れ合ってるよ多分。ヒカルくん、あと猿之助さん、猿之助さん何回か会ったことあるから、猿之助さんともう多分ビタビタにタバコ吸ってると思う。猿之助さんと、猿之助兄さんと、あと達彦がいるか。そうだ達彦がいるわ。ボンさん、セブンさん、再選は嬉しいな、ね、レイン君の応援するぞ。俺もセブンさん、セブンさん、キルユさん、いいねをプレゼントしました。頑張ろう。いいね、ありがとう。まあでもちょっとね、今回ね、良かったなと思ったのオープニング一発目になったから、一発目って結構重要なのイベントとして。でまあ今回オープニングアクト、もう一発目やれよっていう、結構難しいんだよ、あのイベント主催者側からすると。一発目にぐだると後半ぐだる流れ引きずるから、結構そこはね、いや和道みやびくんで沸かせようみたいな、そうっていう期待でもあるから、オープニングちょっとここはねかましてやろうかなと思ってますよ。ぶちかましてやろうと思ってますよ、うん。オープニングアクトはね、バンドやってる、バンド見に行く人とかだったらわかるよね。結構箱なんつうの、大型のイベント系でガチャガチャバンド出るところとか一発目はね結構重要だから、そこに抜擢されたっていうのは結構期待されてるなと思ってるから、2番3番4番は置きに行くんだけど、1番は結構その信頼されてないと置かれねえから、まあまあまあ盛り上げようかなと。多分もう死に物狂いで練習してくるだろうね相手は。面白くなるだろうね。セブンさん、セブンさん、まあセブンさん強えからな普通に。だなんか相手キックボクサーなんだよねセブンさんね。まあセブンさん勝つと思うよ。俺セブンさんのファイトスタイルすげえ好きだから。バチコンかまそうぜ、バチコンって。ボンさん、みやびさん、何か卑怯な気がする。ワドさんへの嫌がらせぽい。いや、そうでしょ。完全に。完全にそうでしょ。いや、俺はだから負けないよって、そういう姑息な手には負けないよっていう。だからその俺は一本で行ってやる、だからあえてセコンド、要はカズさんを口説いたりとか解放を手なずけようとしたりとか、それって心の弱さじゃん、心の弱さじゃん。要は勝負の本質的なところを勝負しようとしないで精神的にダメージ与えようとしてるわけじゃん。そうだけどねえ、あいにく心、そう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 、だからムカついてんの俺は。いやだったらこっちはお前がそんだけ卑怯な手に出るんだったらこっちは単身でやってやるよっていう、全然平気だよっていう、そういう意味ね。いやだからビビってんでしょ、プルってるんだと思うよ正直。
怖いから外堀埋めようとしてんのよ。だから喧嘩は一人でやるもんだよって教えてあげようかなと思って、リングの上じゃ誰も助けてくんないよっていう。マチルダさん、入り場を思い返したら真理が分かりますね。友情を思い返したら真理が分かります。何の話だ、何の友情。友情を思い返したら、うん何の話だ何の話をしてるんだ。どういうこと？猫の目さん何言うてんの？どういうこと？友情を思い返したら心理がわかる。どうした？まあ日本中のね。日本中にいるババメンヘラババアを虜にする試合をしようかなと。メンヘラ代表だから、メンヘラ代表。今回アウトロー勢たちにメンヘラが一人入るんだよ。メンヘラコミュ障のオタクが入るんだよ。メトロさんがの TS ざっ見たけど、解放がどこで出てるかわからない。わかんねえな。一番最新の TS 出てますか。わかんない。 TS 消してるかもしれない。相手が両脇にガチガチに固めてたし、ワドさんは一人で出てきたなと思って。あーなるほどね、なるほどね。猫の目さん何しに来てるん、うん、どういうこと。マチルダ長えぞ、何しに来てるんって。どういうこと猫の目。マチルド全然古いよ。付き合い長えぞ。どうなんだろうね。出てる電話なんかかけまくってたけどね。でもね、俺はね、なんか1ヶ月前ぐらいからカズーンさんに連絡してたらしくて、ああもうそれでね分かった、姑息だなっていう、卑怯なやり方してんなっていう、うん。猫の目さんすいません、間違えました。あどうはいはい、うん、マチルダがとばっちりを受ける。うちの猫の目が失礼しました、マチルダさん。マチルダさんらしいといえば、みやびさんらしいですね。まあまあらしいよね、らしいよね。でも今回の感触を言うと、結構面白い現象が起きてて、いやよコメントで、マジでメトロさん、カズーンさんもカズーンさんだよな。いや俺はカズーンさんのこと悪く言うつもりないよ。ただカズーンさんには面と向かってはっきり言ったから、カズーンさんが決めてくださいって。
うん、俺はカズンさん好きだし頼もうと思ってたけど、カズンさんがみやびさんのセコンドつくっていうなら絡めないっすっていう、うん、残念だけどっつって、だから俺の放送も控えてもらう見るのは、うん、いや結構ねあのみやびマジでぶん殴れっていう声が多い。ヒカルくんとか直樹兄さんの時には怒らなかった現象で、マジで鬱憤溜まってるリスナー結構いる。あの本気でやとっちめろっていう、そのもう勝てとかじゃないの、みやびなんかね、今まで俺が多分そうだったと思う。直樹兄さんとかに要はワドをムカつくからぶっ飛ばすとか、テルのところにワドをムカつくからぶっ飛ばせって言ってたけど、逆の現象が起きた。俺初めてなの。いやみやびほんと好かんからマジでボコせって、高さん失明させろやそれはちょっと言い過ぎだけど、結構そういう声多いね今回。マチルダさん切実なアンチわら、そう結構コアなアンチが、いやワードを頼むぞみたいな、勝てとかじゃないの、本当にボコせっていう、あの結構、あ結構抱えてんだと思って。これはねあの3回出てるけど初めてだから。みーすけさん過激 W、 過激なの本当に。失明させろとか殺せとか、響きさんなんで、うん、真っ暗なん、それはあれだよ、俺がみんながみんなのコメントが光り輝くようにでしょ。響きさんそうじゃないの、マチルダさん確かに根深いかもな、あばら、みんなのコメントが一番キラキラ光るように部屋を暗くしてるんだよ。根深いねちょっとね、なんかまあ俺は知らないけど、そのリスナーと響さん、なるほどね、リスナーとあれ田中さん、宮城強引な裏引き多くて被害者リスナーを、あそうなんだ、なんかね本気のなんか恨みみたいな、なんか必殺仕事人みたいな、もう本当にやってくれみたいな感じなんだよね。いやだからあの今回のはね、あのね頑張ったなじゃなくて、マジでねあの逆恨みされると思うよ、負けたら。メトロさん解放は心が美しくない、マチルダさん婿殿わら、いやマジでマジで本当に。響きさん、みやびさんのことかましたれ、いやもうほんと喧嘩しに行くよ、喧嘩、もうスポーツじゃないから今回、喧嘩だから、喧嘩。アドレナリンガチガチに出してる俺見たことないでしょ。結構クレバーじゃん試合の時って。今回マジで喧嘩しに行こうと思ってんの本当に。ガッチガチに、もうスポーツとかテクニックとか関係なくてガッチガチにぶん殴り合おうと思ってるから、まあアドレナリン全開で、あの頃のようにね、14歳のあの頃のように喧嘩しに行こうと思ってるから。響きさん、和戸さんは本気でボコす、いや本気で喧嘩しに行こうと思ってるね。なんなら会場を盗んだバイクで行って、地元の中学校の窓ガラス全部割ってから新木場に行こうと思ってるね、うん、中学校の窓ガラス全部割って盗んだバイクで走り出してからの、それくらいの覚悟、うん、すごいよもう今回は。ワドちゃんは、今回のワドちゃんはもう喧嘩だから、そうトレーニングも一切しないから、ノートレーニング。もう本当の捨て頃だから、原点回帰だから、原点回帰。もう焼けっぱちのキュウソネコを噛むを見せてあげるよ。キュウソネコを噛む。響きさん練習なしで戦うん。ボンさんスケゴの。いや練習なんていらないでしょ。喧嘩に。出場の件で裏引きしてたから。喧嘩で練習するやついないよ。マチルダさんビール瓶拳で割りましょう。そうだね。え？ステゴロ2の時もクモン流の出場の件で裏引きしてた。え何それ何それ。えどういうこと？え、何？クモン流出場の件で裏引きって何それ？え、何？全然知らないんだけど。何それ？え、クモン流の出場するしないにでお金引っ張ってたの？誰から？何それ？え、それ有名なの？
んだそれ、知らねえ。まあなんかそういうパーソナルなことは全然わかんないけど、本さん旧門流出場させるためにいろんなとこで脅しとかしてた。マジで。いや俺そういうのは全然わかんないけど、知らないけど、なんかね結構恨み溜まってんなって思うよ本当に。なんかね純粋に和道を勝てっていう人ももちろんいるんだけど、爆音さん池上くんの録画を見たらなんで爆音さんがおるの、なんで俺に聞くの。いやだから面白かった。俺ね本当にね爆音よしおのブッキングは最高に良かったと思ってるよ。爆音よしおがめちゃめちゃいい味出してたもん。最高だったよね。ユウの解放爆音よしおトムイケってもうすごいいいカードだよね。どんなブッキングしたらこうなるのみたいな。もうなんかね手当たり次第にブッキングかけて暇なやつが集まったとしか思えないブッキングですげえ面白いんだ。言っちゃいけないことなんだけど、全員に声かけて暇なやつが集まった回なの。うん。すげえ面白かった。いやトム池忘年会は俺の中で今年一面白かったから。知りません。トムソーヤ池上さんに聞いてください。何にも知りません僕は。なんかねでもねあれだらしいよ、あの便所さんのところになんか出場したがってた選手からクレームがめちゃめちゃ来たらしいよ今回。なんかなんで俺出さねえんだみたいな、めちゃくちゃ来てたらしいよ。響きさんモグリン多いやん、ポンさんらしいね。うん、解放さん今帰りました。すごい来てたって。響きさんへそうなんだ。でもさぶっちゃけた話言うと今回のメンツ さぶっちゃけた話さ、あの数字取る気ないっていうか埋まらないかもしれないなって正直思った。今回のメンツはあの趣旨が変わってるから数字多分取れないなっていう感覚。なんかカード的にヒカルくんとカズ軍曹はめちゃくちゃ面白いんだけど、セブンさんとかもあるんだけど、もうねほんとねヒカルくんとカズ軍曹チケット閲覧もチケットもちょっと微妙じゃないかなっていう風に踏んでる。俺今回満席初めて逃すんじゃねえかなっていう。正直言うとアウトサイダーの人見たいとかあんま思わないと思うんだよね。あとその無名どころだから結構便所さん攻めたなと思ったもん。今回のブッキング相当攻めてない。だから最後だから本当に格闘技なんつうのなんか強いやつ出そうみたいな、ちょっとね格闘技イベントに寄ってる感じがするね。なんかその配信者のイベントじゃなくて最後の最後はガチで、いや無名多かった。配信者多くてわからんかった。ちょっとね遊んだなって思うよね。マチルダさん遊んだなと思うわら。いやセブンさんと。セブンさんとマフアリーマどっち勝つと思う？いや俺は個人的にセブンさん好きだから、俺はセブンさんに勝ってもらいたいと思ってるし。マチルダさんいろんな意味で怖いわら。いろんな意味で怖いよねちょっとね。だからビビらせてやろうぜ。配信見てるやつがどんだけ。減らってるやつがちょっとビビらせ、アウトローをビビらせるぞ。セブンさん応援するぞ。いやうちらはセブン組だから本当に。和道一派は第2試合セブン組だからもう余裕で。そして練習を2年間ずっと一緒にやってきた光、ね、まあ軍曹には別に恨みはないし別に軍曹嫌いじゃないけど悪いけど光派ですよ。我々はがぜん光派ですよ。ヒカルくんセブンさんはもうほんとフェメリーだね、うん、マイフェメリーだよ、うん、
坊さん、ね、光くん応援するぞ、うん、まあでも無名が多い分俺が際立つから、うん、中堅どころが際立つから、わかる、わかる、今回は美味しいよ今回は美味しいんだよ今回はなかなか美味しいんだよ。3番目ぐらいに期待されてるカードだからね。響さんバフアリンも配信者として頑張っていくみたいだよ。あ、そうなんだ、いや今回は美味しいですよ、正直言うと。マチルダさん、うん、スケゴロシンまで染みてるよ。うん、あと毎回だけどのんちゃんが囲まれるからね、うん、のんちゃん有名だからメトロさん T シャツ作ってください、来て応援に行きます。 T シャツ作ろうか、毎回だけどね、死ぬ気で頑張れ。 のんちゃん囲まれるから、メイン君は絶対に応援して勝ってもらいたい。のんちゃんがおばちゃんに囲まれてね、うんって言って、物販こっちだっつって、うんっつって。マチルダさん、1でのんちゃん見てあたし泣いたそうだね、のりこ人気者だから、あ、のりこだってざわつくから、のりこが会場入りするとざわってなるから、あ、ミュウツーボコしたやつだって。のんちゃんもう配信者より、下手な配信者より有名だからね、プロリスだから、プロリス大和さんぐらい有名だから普通に配信者とか声かけるからね、のんちゃんおはようっつって、配信者扱いだからのんちゃん配信者カウントされてるから。マチルダさん、誰か知らないおばちゃんと両手貝殻つなぎでのんちゃん来たねってキュアキュアしてましたそう、のんちゃんはね人気者な、マキロンさん、池上くんがもし配信者のまま40歳を迎えれたらすごく面白い存在になってそう。いやあのね、トム・ソーヤ池上はめちゃくちゃ面白いんだけど時代が悪い。多分ね6年前7年前とかのニコ生でデビューしてたら多分今頃ぶっ飛んだ大手になってたと思うけど、ちょっとね今ね池上のキャラクターが求められてないから、10年続けたら時代がもう一回一周回ってくると思うから、その時まで諦めないでやってるかどうかな。今は陽キャが受けるから、陰キャの時代もう一回来ると思うの俺は。12年周期で回るって言われてんのこういうのって。だからその時まで続けるかどうかじゃないかな。俺はすげえ面白いと思うし、池上さん、トム池さんの作ってる世界観とかすげえ好きだね。ありがとうございます、鉄板さん、どうも。俺はすごい個人的には大好きだね、トム池さんの世界観は。ただまあ今は追い風ではないかな、向かい風かな。ちょっとなんだろう、評価されづらいというか、まあ時代だよね。元気いっぱいなキャラの方が受けやすいよ。大体ね、その時代が来る前に諦めちゃったりタイミング逃すんだけど、続けてほしいよね。
寝ようかな。じゃあ皆さんお疲れ様です。僕は富池忘年会でちょっと疲労が溜まってるんで、お休みさせていただきます。じゃあ皆さんありがとうございました。フォローよろしくお願いします。お疲れ様です。ポンさんわらわらわら。おつー。